はい、サトチューンチャンネルです。1080円で購入したプリンターなんですけど、ついに設置完了しました。私ね、メインのパソコンはですね、こちらの、タブレットを使ってるんですが、これドライバーをね、入れないと使えないので、このね、外付けの、DVD を読み込むやつで、こうね、ここを繋いで、これをインストールしてですね、動くようにしました。で、印刷してみたね、感じなんですけども、ちょっとね、実際に、テキストをね、例題打ってね、やってみたいと思います。これメモ帳でね、動画の、原稿をね、ちょっと書いて、作っておいたんですが、メモ帳でね。これをまず印刷してみましょうね。ポチッと。はい。あ、線つないでなかった。線がつないでないですよ。ここね、ポチッと。USB ハブをね、返してね、つないでるんですよ。あ、電源が入ってないって出るな。電源入ってませんよ、と。電源切れた。ここね、シンプルなんですよ、ボタン。見えますかね？これ2個だけ。これもうプリンターだけの単機能なんでね、複合機じゃないんですよ。なのでもう設定ボタンってもう、ほんとさっき見た、ここにある2個の、電源ボタンとリセットボタンの2つだけですよ。これポチッと入れてね、ランプつきましたよーと。お、動き出してた。ね。ウィーン、ウィーンと。けたたましいですよ、音が。ほら、音もじゃあ聞いてみましょうか。コンガコンガコンガコン。ここの上の方にね、これ紙セットして。で、ここから出てきますよ。ベロッと。出るときもすごいですよ。さあ、印刷しますよ。まだか。待たせるね、君は。待たせるね。ちなみにですね、僕買ったのはキャノンのね、ピクサス IP2700 っていうモデルですね。こちらを買いました。お、来た。さあ、来た。ほら、じゃんじゃじゃん、紙詰まりもなく。はい、ピタッ、バッコーンとね、こんな感じで、机の上に落っこちました。こんな感じで、印刷もね、綺麗です。インク自体は、これ、前のプリンターから、流用した中古品なんですよ。インクカートリッジも、キャノン純正じゃなくて、代替品の安いやつね。それを、詰め替えインク、ダイソーで買ってきた詰め替えインクをね、もう何回も、5、6回ぐらいも使い回してやってるんですけども、そういうね、かなり劣化したインクカートリッジなんですけども、くっきりです。にじみもなしです。結構綺麗。満足ですね、これは。じゃあ、ついでに、写真もね、ちょっとやってみましょうか。ちょっと待ってくださいね、写真。またシフトキーを押さなきゃいけないから、ちょっとカメラ置くね。適当。適当ですが、はい、これ選択して、写真をじゃあ、印刷します。あれですね、サムネイルっていうか、コンタクトシートで印刷しようかな。印刷、ね、印刷の準備をしていますよーと。音はね、こんな感じで、けたたましいですよ。夜中でこれを鳴らしたら、枕元でこれをガーってやられたらね、迷惑ですね。起きちゃいますね。うん、待ち時間が長えなって思うんだけど。まだですか。さあ、来た。さあ、1080円の印刷の力どうだ？印刷の速度はそんなに速くないですね、やっぱね。この辺がやっぱり安いプリンターかなーっていうのがありますけど。あ、しまった。今度はとどまったとこの上で。これだもんね、これ。これ、しなーって感じ。あ、でもね、インクの、ちょっと、黄色が足りないんじゃないかな。なくなってんのかな。
あ、そんなことはないか。ちょっと薄いですね。この紙がちょっと安い紙だから、あんまり綺麗に発色しないんですが、ピンボケ、ねえ、こうちょっと近づけてみようか。こんな感じでございますよ。肉眼で見るとね、ちょっと薄く感じますね、色がね。この辺はもう安物ならではのところかな。多分、紙をちゃんと写真用の印刷であれば、もっと綺麗に出ると思うんですけども、普通のね、安っぽい500枚、298円で買ってきたような紙だと、こんな感じになっちゃいますね。まあ、でもこれで十分かな。仕事で使う分にはね、写真のチェックっていうか、何が撮れてるのかなとかいうので、見るだけだったら、これで十分かと思います。あと、年賀状印刷も、これはできるので、また、ちょっと使ってみたいなと思います。そんな感じですかね。はい。簡単ですけども、まあ、レビューしてみました。まあ、とりあえず、普通に印刷できますよ、というお話でございました。1080円で買いましたけどね。全然。もう、訳ありですけど、インクがほんとないだけで、この物自体は本当に普通の新品でね、ちゃんと使うことができました。ということで、1080円で買った、キャノンピクセル、ピクサスか、IP2700 をね、ご紹介しました。さとちゅんチャンネルでした。